ではこのトレーニングの注意点について説明していきます。ブリッジなんですが、できるだけ綺麗な弧を描くような形で行っていくんですが、膝が前に出てしまったり手がしっかり伸ばせないといい円ができないので、しっかりと弧を描けるように行っていきます。